どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございますね。お弁当が3つありますが、例によってロジャースで全部買ったお弁当でございますね。それでですね、これがあともう今日のもう一つの主役でございますが、はい。新潟の凄麺ですね。新潟ラーメン凄麺ですね。まずこれお湯入れましょう。時間かかるんでね、結構ね。中にですね、火薬が2袋入ってますね。新潟ラーメンでございますね。新潟ラーメンね、私結構食ってます。で、特に私、やっぱり あそこが好きなんですよね。青島食堂。青島食堂、まあ超有名なんですけど、あそこもね、結構行きます。やっぱ新潟はね、私埼玉の春日部っていうところに住んでるんですけど、ちょっとね、遠いんでね、いろんな細かい店を開発して歩く余裕がありませんのでね、どうしても新潟ラーメン食うときにはですね、安易にですね、お湯の線が、安易にですね、あれに、有名店に頼ってしまうということになりますが、でも、チンタオラーメン美味しいからね。チンタオじゃない、青島ラーメンでございますが、美味しいですかね。それでですね、じゃあこの3つの弁当なんですが、ちょっと紹介していきましょうかね。まずですね、これ、タイメイケンドライカレー、298円。定価。ロジャースで買いましたね。あとですね、牛プルコギ焼肉弁当、プルコギですね。これ一回紹介したような気もするんだけど、まあいいね、もうどうでもいいね。はい。で、これがですね、自家製おろしカツ弁当、おろしカツです。おろしカツのお弁当です。三つ買ってきたんですが、じゃあどれ食うかってことなんですが、まあ、いつもはね、これ、カエルちゃんで選んでもらうっていうのをやったんだけど、何度も申し上げてる通り、私、肩が骨折してるんで、カエルちゃん踊りがうまくできないんで、最初から結論に突っ込んでいきたいと思いますね。はい、タイムイケンドライカレーにしたいと思います。なぜか、これ食いたくて買ったんだよ、俺ね、ドライカレーね、すごい好きでね、これどこ置いとく？俺ドライカレーすごい好きでね、冷凍食品のね、タイムイケンのドライカレー、これも一回ね、動画でご紹介したと思うんですけども、イトーヨーカドーとか、イオンとかで売ってるやつなんですけど、あれすごい好きで、結構今でも食ってます。ということなんで、タイメイケンのドライカレーでございます。はい。タイメイケン自体はどうなん？タイメイケンっていうのがさ、俺も行ったことないんだけど、タイメイケンですね。タイメイケンっていうのはね、オムライスで有名なんだよ。三越前だよね。確か高いんだよ、ここはね。タイメイケンのドライカレーはね、そんなね、高くもないんだけれども、確かね、タイメイケン自体はね、高いんだと思ったよ、俺。そうだよね。タイメイケンオムライス、1900円。タイメイケンオムライス、1900円でございますね。舐めてんのかみたいな感じですね。はい。そうですね。卵料理やったかな。ラーメンはでも1030円ですね。肉料理、ロースカツ、ライス付き、1500円。チキンライス、1950円。ドライカレー、1950円。タイメイケンで、お店行ってドライカレー食うと2000円取られるんですね。すごいですよね。タイメイケン高いんだよな。だから俺あんま行かないんですけど、冷凍食品のタイメイケンのドライカレー俺すごい好きなんだよね。で、大体タイメイケンどこにあるかって言うとですね、三越前ってところにありますね。三越前ってところにあります。昔はそんな高くなかったような記憶もあるんですけどね、最近ブランド化に成功しましてですね、えらい、高級店になってしまったんで、もう寄りつかないということでございますね。はい。それではですね、タイメイケンでございますが、さすがにタイメイケン2000円出して空気はしねえんだよな、俺はな。だったらもっとも、いや、余計なことそれ以上言うのやめよう。それで、どうしようかな、これ、電子レンジでチンしようかな。ちょっと電子レンジでチンしましょう。よし。2分ぐらいチンしましょうね。よし。よいしょ。チングしまーす。よーし。それで、タイメイケンのドライカレーを今チングしてる間に、
これですね、新潟ラーメンもう戻ったと思うので、やっていきたいと思いますね。よいしょ、よいしょ、うん。で、後入れのタレを入れますね。よいしょ。これ、凄麺結構高いんだよね。これね、実は500円ぐらいするんだよ。だって200円ぐらいするんだよね、この。これもあれで買ったんだけどね、あそこで。だドライカレーとこれで何やかんや言って、500円ぐらいのご飯になるんで、結構ね、うん。僕にとっては500円使う、昼ご飯ってことで、なかなか贅沢でございます。贅沢でございますが。あれ、うん、いや、じゃあ食おう。これ、ゴミ。ゴミは捨てなきゃいけないから。ゴミ。ゴミ。よいしょ、と。このゴミね。よし。よし、じゃあちょっとね、タイミー券ですね。すごい美味しいよね、これね。200円、結構高いんだけどね、180円とかね、200円近くするんだけど、なかなか美味しいんで、最近気に入ってるんで、いただきます。新潟っぽいね、新潟じゃないね、これ。あ、スープ新潟っぽいね。でもうちょっと生姜効いてないとダメだよ、これね。もうちょっと生姜が効いてるような気がする、新潟の。でもまあ、青島食堂以外もいろんな新潟ラーメンあるからね。そこはもっと違う味なのかもしれない。本当はもうちょっと開発しないといけないんだけどね。めんどくさいというか、感じが。そうですね、タイメイケンドライカレー、これ300円の、200円はしないと思うんだけど、だからこれ500円弱の贅沢なお昼ご飯でございます。いただきます。で、これはまああれで買った、両方ともロジャースで買ってますから、ロジャースで。いただきます。冷凍食品の方が美味しいな、これ。ていうか、これもしかしたら冷凍食品戻したやつじゃないの、これ。冷凍食品の方が美味しい、これ。まあ、横に付け合わせがついてるんですよね。まずブロッコリーちゃん、ウインナーちゃん、これいろんなあれについてます。あのロジャースの他の弁当にもよくいろいろついてるウインナーちゃんでございますね。で、キャベツ、これがついて、あとフライドポテトがいくつか入ってる。これで、この太めのフライドポテトね。マクドナルドみたいな細いやつじゃなくてね、太いやつ、太いやつ、太いフライドポテト、あとキャベツが、それで、まあ目玉焼き、すごいね、この目玉焼き、すごくね、見た感じさ、こっちから見てもさ、黄身がよく見えない。なんか白い丸いやつなんだけど、当然これ中割ると、中割ると当然ですね、黄身が入っててですね、なんか黄身が悪いね、みたいな。青島食堂はね、ちなみにね、東京でも食えます。秋葉原にあるんだよね。秋葉原からね、駅からね、浅草橋って、総武線の千葉方面の高架下、へこへこ歩いていくと途中にあります。
確かお向かいが公園です。でね、あの行列結構してる時もあるけど回転が早いんで、あの割合すぐ食えます。うん。で味的にはですね、新潟と一緒だと思うんで、実際はその、新潟に行った時わざわざ青島食堂に行く必要はないんでね、もっと別のラーメン屋開発するみたいな感じですね。ってなると青島食堂以外のもっと美味しいラーメン屋さんはないのでしょうかってことでございますね。まあ当然いっぱいあるはずなんだよね。1位っていう、食べブログによるとですね、1位というラーメン屋さんですね、宮内駅近くの1位というラーメン屋さんがなかなか有名でございますが、どうなんでしょうかね。駅から結構遠いよな。あ、駅からは結構遠いな。これ車で行かないとダメだな。口コミ。長岡、たゆまる努力みたいな。あ、なるほど。結構ここも行列してるみたいですね。今度行くか、1位。これ駐車場が必要なの。車じゃないとね、ここは行けない場所ですね。なかなか。結局あの宮内の駅前にさ、青島食堂ってさ、宮内の駅の真ん前にあるから便利なんだよね、あそこね。よいしょ。あとスプレッドってお店が有名らしいけど、これ焼肉屋だな。焼肉屋のスプレッドっていうところのラーメンが結構有名っぽいですね。あ、肉が派手に乗ってるな。なんかこれ、まあいろんな店があるわけでございますがね、なかなかね、あの食べ物に頼ってね、美味しい店探そうと思っても実は結構見つかんないもんでございましてね。食べ物の、順位ってね、やっぱりそのいろんな熱心なファンの人とか関係者の人がどうしても書き込むんで、あれです、あんま実は参考にならないですっていうのは俺の意見。まあ俺の意見はそういうことです。だね、でもね、食べブログは本当有効なのはね、あのね、大外れ店大外れ店を探すときがね、あの食べブログは有効です。だからこの評価の口コミを見たときに、その評価星1つとか星2つのやつがどれくらい入っていって、その内容がどうなのかですよ。この辺をですね見るとですね、外れ点が見つかります。外れの評価が1つとか2つぐらいだったら、まあ気違いが書き込んでる可能性もあるので、まあしょうがないかなと思うんですけど、何個もですね書いてあったり、あとね、外れの評価が1つしかなかったとしても、その人が他のお店でどんな書き込みをしてるのかっていうのをですね、この探すんですよ。で、もういろんなお店に低評価つけまくってる人が低評価つけてるんだったらいいんですけれども、あの他のお店では星4つ5つ普通につけてる人が、そのお店だけ星1個つけてる店は結構やばいです。なんでお店選ぶときに、食べブログの正しい見方っていうのは、お店選ぶときにですね、口コミの中で高評価は見ないです。高評価は見ないで低評価の口コミを探します。でなきゃいいんですけど、あったらそれの書き込んでる人が他のですねお店の評価どういう風にしてるかなんですよ。で高評価高評価高評価でなってて、そのお店だけ星1つとかになってると、相当な確率で外れです。やばいです。だから、そういうお店を見ると僕はですね、怖いもの見たさであえて行ってみたくなるんですけど、なんとですね、
まあ、外れですね。まずね、このね、外れについて外したことがないみたいな。クレーマー気質で、そこら中で、低評価つけまくってる人っていうのはいるので、あとなんか、普段は全然、コメント書かないのに、一箇所だけ書いてる人とかいるんで、そういうのはなんか逆恨みだったり、たまたまっていう可能性があるんですよ。だからあんまり参考にはならないんですけど、普段こういろんなお店で高評価書いてる人は、そのお店だけ低評価だと、まあ、その事案が一個だけあっても、ほぼ確ですね。ほぼ確でやばいです。そういうお店見たら、見つかったら、ぜひですね、行ってみてください。もう本当に外れだから。必ず不愉快な思いをして帰れますよ。まあ、大抵ですね、接客が悪くて不潔です。接客が悪くて不潔です。大体まず接客が悪いですね。それで、じゃあバカ接客悪いね。なんかいつも不愉快そうな顔してる親父とかね。それでまあでなんかいろいろ偉そうなんだけどすげえまずいみたいな。まああとはとにかくバカバカ。話が通じない。この2パターンかな。いやーで大抵不潔です。大抵ねお店の中が汚くて、そして不潔で、そして接客が悪いですね。何度も言うように飲食店ってね接客が大事なんです。本当に味よりも接客です。本当にね人気店っていうのは例外なくね接客がいいです。焼肉チェーンでも焼肉キングすごい人気じゃないですか。あれねやっぱ接客がねのマニュアル化がすごい上手にできてるんですよ。バイトの使い方がすごくうまいですよ、焼肉キングは。本当にチェーン店単位でもそういう接客で差が出るんですけど、まあ、個人経営の外れの店の接客の悪さはですね、半端ないです。まさに地獄みたいな体験ができますので、本当不愉快な思いいっぱいできると思います。ぜひそういうお店を見つけたらですね、行かれたらいかがでしょうか。以上です。どうもごちそうさんでした。失礼します。